イスマー・イール派は8世紀に起こったイスラム教シーア派の一派で、ある。グノーシス的な神秘主義的教説を特徴とする。ナイマーム派と呼ばれることもあるが、主流派の諸派は7人より、多くのイマームを認めるため、教義のナイマーム派には含まれない。シーア派使用分派の系統765年に、第六大イマームであるジャーファル・サービクが死去した。生前の彼は、当初、 長男であるイスマーイールイブン・ジャーフィルを後継者に指名していたが、イスマーイールが死去したことで、別の子であるムーサー・ガーズイムを後継者に指名していた。多数派は、この指名を認めて、ムーサーをイマームと認めたが、一部は、イスマーイールの子であるムハンマドイブン・イスマーイールが、イマームを継ぐべきであると主張した。この時ムーサーをイマームと認めたのが十二イマーム派であり、 ムハンマドがイマームであると主張したのがイスマー・イール派である。その後およそ100年間の活動内容はわかっていないが、バスラやアフアーズ、サラミーヤに拠点を置いて秘密裏に組織網を作っていたとされる。旧世紀後半に入ると各地にダーイーと呼ばれる宣教師を派遣して宣教活動を活発に行うようになった。サラミーヤにおいて899年。 後のファーティマ朝の開祖となるウバイ・ドゥッラーは組織の主導権を握り、自分はイスマー・イールの子孫であり、真のイマームであると宣言した。その後のファーティマ朝の勢力拡大とともに、イスマー・イール派も活発化し、イスラーム世界を掌握した。10世紀には布教活動は、イエメン、オマーン、インガス川流域やサハラ砂漠のオアシス地帯にも広がっていった。 その後11世紀頃にドゥルーズ派が分裂し、東方派、西方派、アラムート派の3派に分かれた。19世紀以降、ニザール派のイマームは、アーガーハーンと呼ばれるようになった。イスマーイール派の教義は、グノーシス主義や、シンプラトン主義のような、隠れた地を強調した、全イスラーム的信仰体系の影響を受けている。誰にでも可能なクルアーンの外部的な解釈と、 イマームだけが知ることのできる卑怯的な内的心理を区別している。イマームは神からの包括的な知を与えられることから、時代のイマームは現イマームの使命によって継承される。また、イスマーイール派は7代目イマームから始まったことから、7を象徴的な数字として特別視する。イスマーイール派の世界観では、歴史は7000年周期で循環し、 各周期は予言者や仲介者の出現によって始まるという。イスマー・イール派の神徒は、自らの信仰を意図的に隠すことを実践している。金曜礼拝はモスクではなく、ジャマート・ハーナと呼ばれる集会所で行われる。ありがとうございます。